先頭足立にフォアボールを与えて糸井、中島は打ち取って2アウト。曲げた、上がった、ライトは深め、この打球がどうか、スライディングキャッチは掴んでますか、取りましたか、取ってます、木村が取ってました、スリーアウト、試合終了。ライオンズ開幕から連勝、2連勝スタートになりました。そしてライオンズ開幕から2試合連続の完封勝ち、これが西鉄時代以来、1967年以来48年ぶり。見事に昨日今日とライオンズのピッチャー陣がオリックス打線を抑えています。